先月支払い分出ました。はい、11月からネイティブキャンプ英語をやってますね、はい、英語勉強しようかなと思ってやりました、はい、なるほどです、ね、あとウーバーでしょ、毎日ウーバー頼んでるんで、ウーバーイーツ、ウーバーイーツめちゃくちゃ使ってますね。アマゾンもちょいちょいありますね。やってますね。アマゾンとウーバーイーツがもうなんか交互に。ウーバーイーツしかないじゃん。ウーバーイーツのなんかインフルエンサーですか、これ。案件ですか、これ。クイックペイってタクシー代ですね、これね。全部タクシー。ここまではその交通系とか、バリさん。バリさん、これ何ですか、これ飲食店で15万ですよ。え、なんでしょうね、謎が。あとはなんか札幌のホテル泊まってますね。そうそう、札幌行ったんですよ。メルチューホテル札幌、はい、寿司三昧行ってみたり、ホテル行ってますね、行ってみたり、ちゃんこ、ニュークラブ通り、なんすかこれ。まあちょっと俺接待ね、札幌でね、お客さんを接待させて、まあそんなにキャバクラとか行かないんですけど、はい、これはね、年末のアイスランド旅行を撮ってますね、ウィスノブクリニック。これは、ね、15万、はい、GLP-1 っていう注射をね、買ってやろうと思って買いました、ね、美容とか多いですね、はい、これもエステとか行ってますね。エステね、海外の手配ですね、ここら辺はね。うんうんうん、スパジロ行ってますね。スパジロ行きますよ、これ。これ何これ。これは箱根の旅館ですね。ちょっとやばいっす。箱根の旅館に19万2000円。19万、これ何泊ですか。1泊。はあ。で、次、川村。川村ね、銀座の食事。ステーキ屋さんですね。60万。高かったね。ステーキと、あと、なんだっけ、あれ。あれですね。トリュフ。トリュフですね。本当に美味しかった。トリュフのコース美味しかったわけ。高かったな。ハーブビューティークリニックで。44万。人参注射ですね。人参注射。はい、美容注射みたいな。人参。うん、人参、韓国の注射。へぇ。もともと美容メーカーだったんで、その研究してましたね。あ、ビッグカメラでなんか60万ぐらい。60万。これはカメラだ。カメラを買ったんですか。はい。アルファ7の R4。武蔵さんカメラ趣味ですもんね。なんかすごい。これね、年末に海外行く予定があったんで、それに向けてカメラ買いましたね。使ってるんですか。使いましたよ。そういう写真もなんか見たいですね、今度。うん。あとはこれ何買ったんですか。29万。これも多分カメラのレンズ。おー。ここら辺全部、そういうの買いましたね。え、ちょっと待ってください、なんか桁が変わった。これやばくないですか。渋谷パルコ100万。あ、これはね、あのディオールのスーツケースを買いました。海外旅行に向けてスーツケース。前回あの部屋全部案内した時に出てきましたね。バーバリー60万。ここちょっとやばいですね。ここ、うん、ちょっと買い物してますね。ラッシュで、ね、これ何があったんですか。これ12万。いや、なんかたまに買い物行く時バーッとまとめ買いするんで、月に1回ぐらいかな、買い物行く時。これ一人で行くんですか。一人で行きます。へえ、これラッシュですね。買い物ラッシュだ。多分1日で3、400万使ったのかな。やば、買えないな。足りないって思ってないですよね、絶対。今こう振り返ってみたら、もう本当に買う必要があったのかなって思いますよ。35万。なんかちょっと感覚がバグってきたな。八でお寿司屋さんよく行くんだよね。これなんですか、これ。これは スペイン行ったんで、スペイン行った時のホテル行ってましたね、はい、29万円もしてますよ、うん、ホテルはね、あのスイートルームに絶対泊まるようにしてて、うん、そこで行けるインスピレーションとかそういうのすごい大事にしてるんで、必ずスイートにしてます。これもですね、10万。これもホテル。はあ、こんなもんですかね。なるほど、はい、まあ、1ヶ月間で、1ヶ月間で969万3518円使わせていただきました。本当に何人やってるんですか。このカードの年会費が13万円ってのがやばいっすね。まあでもアメックス僕好きなんで、ずっとアメックス使ってるんですけど、年会費ね、プラチナなんで高いです。なるほど。何も変なのないでしょ。一番これが高いっすよね、絶対。爆買いの日ですよ。爆買いの日に伊勢丹で買った160万。伊勢丹で160万の買い物してますけど、これもうドン引きです。何買ったんだろうな、覚えてねえな。あ、これモンクレールのダウンとかセーターとか、うん、そのアイスランド行ったんで、アイスランド行く用の服買ったんだと思う。アイスランド行く用の服、うん、初めて聞いた。すごいですね。見せてくださいって言った逆に表紙を受けしました、うん、てかそもそも、うん、アメックスとかってポイントが貯まったら車とか、そう、車とかね、ベンツとか買えれるんですよ、このアメックスって。だからいいんですよ。じゃあどれぐらい見させてください。これ貯まってるんですか。結構気になる。え、どんくらい。見てみよう。見たことないかも。気にしたことないんで、じゃあ見てみます。ポイントね、はい、出ました。え、刺さって、はい、やばい。1,428万4523ポイントありました。マジで狂ってる、このポイントは。車余裕で使えますね。うーわ、すごい。これはちょっと想像以上だった。こんだけ貢献してるんですね。これって総額いくら買ったらこんなポイント貯まるんですかね。多分100ポイントで1年貯まると思うんで、10億くらい使ってるのかな。こんなにポイント貯まってどうするんですか。でもポイント貯まるっていうのはすごくね、重要なことなんですよ。せっかく見てくれてる方にはお伝えしたいんですけど、実はね、僕どういう使い方をしてるかというと、こういう車とかそういう商品とかに一切書いてません。どういう使い方をしてるかっていうと、全部マイルに書いてます。
飛行機の、多分生涯飛行機のビジネスクラス、海外に行くときビジネスクラスに生涯多分事実上乗り放題です、うん、これだけポイントがあれば、うんうんうん、で皆さんもこれ必ずできます、まあ、僕の場合はね社長時代に結構お金使ったりいろいろやってたんで、まあ、これだけたくさんポイントがあるかのように見えますけど、実際ねサラリーマンの方とかでも、ポイントを貯めてビジネスクラスの海外旅行行く人とかも結構います。これね騙されたと思って一回調べてみてください。クレジットカードを中心にね生活してポイントを貯めるっていうことをちょっと意識するだけで皆さんの生活が一層ねグレードアップしますし、素敵な経験もできるようになると思います。本当にビジネスクラスで一回海外行ってみてください。ポイントでただで行けるんです。厳密に言うと細かいことで言うと燃料のサーチャージ代、燃料費用だけは実費でかかるんですけど、国によりますけど1万円いくかいかないかぐらいです。そのお金で海外に行けるんで、今キャッシュレスを国としても推進してるんで、現金を使わないクレジットカードだったり電子マネーで決済するっていうのがこれからどんどん追い風になっています。でせっかくね同じお金を払うのであればポイントをもらって得した方がいいじゃないですか。だからぜひ皆さんもカード生活やってみてください。